ちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。今回はね、ジュエリーやっていきたいと思いますね。今回はですね、ジュエリーの何がテーマかっていうと、思い入れのあるジュエリーっていうんですかね。なんかね、人から受け継いだものとかそういうのを中心に、このジュエリーはどのようにして私が入手したものかっていうことをね、ご紹介したいと思いますね。まずですね、何か買ってもらったとかそういう感じですね。これね、ビトの木製バングルなんですけど、これはね、母に買ってもらったっていうのがね、そういう思い入れですね。なんか珍しくですね、なんか木でできたなんか腕輪というかバングルなんですよね。それでゴールドのルイ・ヴィトンのなんかあの柄がバーって星みたいに散りばめていて、なんか可愛らしい感じがしてね、結構シックなんですね。そこがなんか結構流行とかなくて、なんか飽きずに使えるかなと思ってね、ずっと持ってるんですけれども、一度もね使ってないですね、これね。次、これですね。これはですね、ペンダントトップは自分で買って関係ないんですけど、このチェーンだけがですね、祖母ですね。シルバーの部分がね、プラチナなんですね。で、ゴールドのなんかこの飾りがステーション的に入ってるこのやつが18金っていうことで、なんかこういうチェーンをね、買ってもらったというかね、なんかそういう風ですね。なんか普通に何かの時だったとか全然関係なしにですね、結構今でもたまに友達に見せた時に、これずっと昔してたよねなんてこと言われたので、結構みんな見てるもんだなって、記憶してるんだなって思いましたね。はい、次ね、これなんですけど、これはねピンクの方ちょっと関係ないんですけど、このねグリーンみたいなベージュみたいな白っぽい方が祖母のが自分でずっと使ってたやつを、やっぱなくなったということの時のね、整理で出てきたやつですね。で、私はですね、もうここの留め具を、これはゴールドの留め具の部類として使いたいために、シルバークラスプだったのをゴールドの18金の留め具にね、自分で変えてしまうカスタムをちょっとしてますので、このピンクとともども一緒につける感じのセットなんですけど、ゴールドの留め具に変えていますね。これ名前がね、なんていう名前なのかがね、ちょっとわからなかったんですけど、ジェイドの翡翠の仲間と思われますね。グリーンがかった感じが綺麗な感じなんですけど、そんな珍しい石じゃないと思うんですけどね、ちょっと名前がはっきりわからずにいるやつですね。これはね、ちょっと特殊なんですけど、横向きにしてブローチだった18金のものを、なんか幾何柄のなんていうのかな、なんか何の形か曖昧な感じのモチーフですね。そういう抽象的なモチーフのブローチをカスタムして、これも祖母のものだったのが整理整頓で出てきたやつで、で留め具のところも針がブローチの場合18金なんですよね。でその針のところを使わないからって言って取ってもらって、このチェーンが通るバチカンですね。バチカンに作ってもらうというようなカスタムを業者さんに頼んでやってもらったっていう感じのにて作ったチェーンの付きのペンダントになりますね。チェーンは別で買って付けたものなんですけれども、この先っちょがそういう風にそのままの形でいじらずに横向きにするだけ、縦向きだけ向きを変えて、でちょっとブローチをペンダントになんかカスタムしたみたいな感じで、要するになんかリフォームとかオーダーメイドジュエリーみたいな感じの、ちょっと似た感じのことをね、簡単にやってもらったやつですね。はい、じゃあここからがね、ちょっとねエピソード的な話がね、結構深みがある感じになっていくので、今回それをちょっとお伝えしたかったのもあるんですけれども、まあ、今までのものも買ってもらったとか祖母から引き継いだとかそういうのもあるんですけど、これはですね、この中の全部じゃなくて、一番下のフィガロチェーン、わかりますかね。一つだけ色がちょっと暗めな感じなんですけど、色の違いはね、全部18金イエローゴールドなので関係なくて、まあ中の成分がちょっとどうのこうので、経年とかで浮き出てくるとか、その具合でちょっと色味が違ったりとか、新しい古いとかでもちょっと変わると思うんですけど、その辺の違いだけで全部同じ材質なんですね。それを3連重ねでつけるために3つ並べてあって、ちょっと分かりにくいんですけど、全部バラバラなんですよ、実はね。留め具が1つずつあって、でそれのフィガロチェーンという一番下の騎兵と大きな粗い騎兵の組み合わせのステーション的に並んでるやつですね。あれがですね、おばのハワイの時のなんか買って
自分で買ったやつが金属アレルギーになったから後々ちょっとしなくなってもらったっていうやつですね。なかなか線形が太くてですね、こうやってパッと見ると華奢に見えるんですけど、実際持つとね、ずっしりとしてですね、線形がね、太いものなんです。結構昔のものって線形が太くて地金をね、贅沢に使ったものが多いので、今の薄っぺらい感じにしてある、軽い感じにして地金をなるべく使わないように豪華にしてあるジュエリーにどうしてもなっちゃうんですけど、今のものって事情が事情でですね、金が高騰してたりして、でもそういうのに比べると結構ちゃんとしたなんかね、中身の濃いものだっていうことが言えるかなと思いますね。そしてね、これはですね、どっちか片方だけだったと思うんですけれども、ちょっとどっちかね、すみませんね、忘れちゃったんですけど、そっくりですよね。ペンダントとかのモチーフとね、揃えるためにそっくりなやつを揃えたんです。それのどっちか、さっきの蓋1つとこのチェーンみたいな出来上がりの2連になってるやつですね。このやつは2ついっぺんに、これのどっちか1つとさっきのと2ついっぺんに買ったんですけど、どういう事情で買ったかっていうと、事情がちょっとユニークというか大変なことで、なんかですね、住んでいるところの給湯器が壊れてしまってですね、真冬にですね、やっぱ真冬に壊れるんです。2月ぐらいの寒い雪が降った日が1日だけあって、その日をきっかけに壊れたんですよ。でお風呂とか入れなくなっちゃって、湯とかも出なくなっちゃったために、なんかちょっとそういうもの全般がね、難しくなったんですね。それがね、立て込んじゃって給湯器の事件がたくさん多発して、やっぱり大雪が降るとハプニングが大きくて、ふかったものが急にダメになることってあるらしいんですね。でその私のところのだけになったんですよ。でそれがちょっとまあ不運なんですけど、それを機会に他のお部屋の人たちのも変えてもらったみたいなことに、なんか平等になったんですけど、ただただ私のやつだけが先に壊れたみたいな感じになって、でその時にやっぱり大変苦労したということのねぎらいで、なんかね、ちょっとした商品券みたいなのもらったんですね。やっぱりいろいろ銭湯に行ったりして、毎日ですね、結構大変だったんですよ。最初はね、ちょっと地域で唯一の天然温泉だと言われているところに行けて、わーいみたいな感じで、最初1日か2日で大丈夫だって言ってたんですけど、結局1ヶ月続いてしまって、もう最後疲れてきちゃってですね、ヘトヘトだったんですね、毎日が。でそういうことからなんかちょっと自分にもね、もう大変だったね的な感じで、なぜか指輪を買うってことに決めて、それをもう思いっきり全部使っちゃおうという感じで、その商品券で全部買ったのが、この片方のどっちか忘れちゃったんだけど、どっちかと、そしてこちらの指輪ですね。もちろんね、18金なんですよね、土台がね。あっちもそうです。アコヤ真珠だし、真珠と18金の組み合わせなので、安いものではないんですけど、結構まあ特価な感じだったんですね。で、継ぎ足しましたね。そのままフルにはいただいたのを使いながら、自分でも継ぎ足して、ちょっと思うものを買っていこうということでね、そうしましたね。そういう思い出ですね、これね。そしてこれはですね、スクエアの変わった形のね、リングなんですよね。ちょっと個性的なんですけど、この当時はね、もっと珍しかったんです。今だとね、結構豊富で、こういうのもね、見つけようと思えば見つかるかもしれないんですけど、とても個性的なやつだったんです、当時はね。で、面白いのが、その店員さんが、男の人だったんですけど、これを買うときに、もう本当に自分はこれが苦手だと言ってましたね。なんかこの形に違和感をすごく覚えるんですって。なんか丸いものじゃないとおかしいなと思う人だったらしく、私は逆にこれがすごく個性的でかっこいいって思ったんですね。四角いですからね、手にはめてしまうと四角いとこしか映らないんですよね、視界にね。それが結構面白いな、かっこいいなと思って、このさちょんってついてるのはダイヤモンドです。で、ダイヤの周りになんかじわってなってるのは、ちょっと経年でね、下の銅、18金って銅も含まれてまして、赤いのがね、浮き出てきてるんですね。だから、ジュエリーのお手入れみたいなことをしてあげるといいんですけど、ちょっとね、やってなくてまだ、この写真写すと結構わかりますね。まあまあ、古くなってきたんですね、これもね。ということと、これは友達とのね、プレゼント交換なんですよね。なんかこんなものをプレゼント交換するなんて、なんか、って感じなんですけど、今から思うと。なんかそれもね、昔の、なんかね、そういう遊びみたいな、なんか変なエピソードですね、なんかね。ではですね、全部の、いろいろ色がありますけど、全部サファイアなんですね。で18金にサファイアの、いろんな石が、
サファイアは熱処理でね、色が変わるので全部サファイアなんですよ。で、熱処理でいろいろ色を変えてあるということなんですね。ちょっと詳しいことが熱の温度なのか、なんかその辺がちょっとね、皆さんに説明が不足してるんですけど、こういう感じのものが、これちょっと古風であんまり最近のものではないんだけれども、私ね、ヤフオクでちょっと一時期なんか競り合うやつありますよね。あれでこれ落札したんですよね。なんかそういうのあんまり好きじゃなくて、自分もヤフオクで販売とかするとき絶対即決で買い物みたいな感じのショッピングみたいな感じにばっかりなんですけど、こうやって入札していくやつですね、競い合って、あれ燃えますね。それでこれもね、燃えに燃えて、なんかうーんっていう感じで落札したやつなんですけど、結果はね、それ相応な感じで、やっぱりちょっとお得ですね。やっぱりね、競い合うやつは即決とかそういうのより、普通ので購入するよりもはるかにやっぱり競い合って上がるとは言ってもお得な感じになって落札できますね。だからみんなやるのかもしれませんね、っていうことですね。これが最後になりますね。さっきのはヤフオク落札したっていうマルチカラーのサファイアだけでできてた土台が18金イエローゴールドなんですけど、これはね、ホワイトゴールドでできた土台のものなんですね。で、お花が私好きで、やっぱエレガントで、ダブルリングって言って、この花が交互になんかちょっと対角線みたいに並んで、こう斜めにかっこよく配置されてマルチカラーのものって、この当時結構たくさんあったし、今でもね、このファンが多いと思うんですよ。こういうお花のやつ、究極のエレガントってね、なんか可愛いんですよね、綺麗だし。で、マルチカラーによく出てくるそのアメジスト、ガーネットって典型的なペリドットとかシトリンですね。あとアメジスト言いましたよね、ガーネット言いましたよね。あとは何だろう、ルビーですね。ルビーとガーネットが微妙に違うんですよね。この赤い部分のガーネットがオレンジがかった方で、下側にある方がルビーかな、なんか違いがあるんですね。で、そういう風に数色の色をコンビにして、だいたいマルチカラーだとこういう色が出てくるなっていうのの典型的な感じのが集まってますね。でですね、白、透明みたいにちょっと映っちゃってるんですけど、実はこれはですね、紺色なので、おそらくサファイアだと思いますね。こういうマルチカラーの中に青色として出てくる、登場してくるとしたら、やっぱりサファイアが典型的かなと思うので、結構そういう王道な石をね、こういうふうに集めてある感じのマルチカラーのね、ダブルリングですね。これは、思い入れとしてはですね、足しげく店のね、表に出てたんですよ、ガラスケースの中に。なんかそこに目についてすごい可愛いなって、何回も何回も足を運んでやっと決断して購入っていう、なんか思い出ですね、それですね。はい、という感じで、今回はですね、そのジュエリーの思い入れのあるジュエリーを特にピックアップして、なんかこれを見るとそのことを思い出すなみたいなジュエリーって誰でもあると思うんですけれども、そういうのをね、ちょっと私のやつのご紹介してみましたね。はい、で、そういうのも含めてですね、私ですね、レンタルジュエリーっていうのをやってまして、宝石がね、借りられるんです。お貸しすることができましてね、2週間ほどですね。で、全部ですね、結構ね、ちょっとキャッチフレーズ的に本物志向のレンタルジュエリーということでね、本物っぽいというか本物なんですけど、地金の留め具を18金にこだわったりとか、天然石にこだわったりとか、自分で作ったつなげたものももちろんあるんですけど、セットでコーデしてあってですね、使いやすいように、それが使いやすいと思うのか、使いにくいと思うのかっていうのがちょっともしかして賛否あるかもしれないんですけど、とりあえずですね、セットにしたものでまとめてぐわっとちょっと使ってもらう感じの、何につけたらいいかわからない人にちょっとやりやすいところに焦点をとりあえず当ててみてっていう感じで、セットにしてですね、こういうふうに指輪、ネックレス、ブレスっていう、この主に3つですね、この3アイテムで、たまにリングが2つあったりとかもあるんですけど、それはまあお得感じてもらえばいいし、いろんなタイプですね、エレガントなタイプが良ければとか、あとは18金じゃないと嫌だとか、パールがいいだとかですね、翡翠がいいんだとか、なんかそんな感じでいろいろな分野の好みに対応できる
のかもしれないなと思って、ちょっとね、たくさんあるので、それをね、レンタルジュエリーというふうにやってるのをちょっと宣伝させていただきますね。ということで、誰にしもですね、思い入れのあるジュエリーってあると思いますけども、ちょっと私ここ最後に私のちょっと考え方みたいなこともね言うと、散々私もこうやってつなげ直したりとかいろいろカスタムはしているもののですね、やっぱりね、もう質屋さんに持ってって現金に換えるとか、まあそういうのもいいんだけれども、別にそれはその人の考え方なので、価値観なので、ね、いいと思うんですけれども、なんかそのまま受け継いだ、例えば誰かにもらったとか、そういう思い出のものって、ずっと末永く残っていくことも価値だなと思うんですよね。そうすると、まあジュエリー好きだからそう思うのかもしれないんですけど、そうするとですね、例えば私が祖母にもらったやつなんかは、ちょっと一昔も二昔も前っぽくて、古めかしい感じで、よくね、同じものが質屋さんのところに、買い取りしましたよ、こういうのって言って、地金に変えていきますっていうのをなんか見るときに、あ、同じだと思って、なんかその価値観の違いを感じますね。かたやそういうふうに買い取りに出してしまう人もいるのに、やっぱりかっこいいなっていう見方をすれば、ヴィンテージの良さで、そうすると古いものの良さってことで、ファッションとしてそのままなんかジュエリーで使っていくのも価値かなという考え方もあるということの方向に結構います。でもそのためにはかっこよくジュエリーのコーデするためには、そのままではちょっとごっつい場合もあるんで、私はカスタムっていうことはすごくするんですよね。でブランドものはちょっとね、カスタムしちゃいけなくて、そのままじゃないとブランドさんの著作権があるんですね。でその辺はそうなんですけれども、そうじゃないものに関してはね、ある程度ね、変えていいものは変えていっちゃって、かっこよくしていくっていうちょっとした手直しみたいな方法もあると思うんですね。っていうこともかなりやって、レンタルジュエリーのところまでね、持っていったんですね。はい、なのでその価値観のその考え方もちょっとご紹介したいと思いました。はい、では以上です。これで終わりたいと思います。ありがとうございました。